FM 宜野湾沖の皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。ここからは沖縄ツーリズムラボのお時間となっております。今日もですね、沖縄県は宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしてまいります。この後午後9時までどうぞお付き合いください。お送りしてまいりますのは研究員の伊藤と研究員佐藤です。どうぞよろしくお付き合いくださいということで、なんか沖縄梅雨入りしてるよ。梅雨やばいですね。冬の雨って感じ。全然やばいよな。もうやばい。今日の朝めっちゃ寒かった。今日なんかやばかったな。風もすごかったじゃない、はい、ていうか今もなんなら今もすごいんだけど、はい、台風みたい。 FM 宜野湾の場所ねえ、ここ開けたらやばそうじゃないです。やばいでしょうね。風通しやばいでしょうね。ザ・サテライトになるよな。多分いろんな機材ぶっ壊れるな。音がすごそう。いや本当に、でもプロ野球選手のか、ね、方々、せっかくキャンプで沖縄来たのに、うん、ずっと雨で、ね、ちょっと大変だね。おとといぐらいかめっちゃ晴れてたの。逆に4日前ぐらいか、うんうん、そうですそうです。あの日半袖だったもんね俺。めっちゃ暑かった。本当に日焼けすると思ってて、うん、したらなんかお客さんがしてるじゃないですか、いやこれジグロなんですけどって。かわいそう。何がかわいそう。お前お湯つすんだよ。お湯つかけてくんのよ。かわいそうです。そんなお前なんかさっきからちょいちょい刺してくるよな。今日はそんなつもりはない。なんか嫌なことでもあったのか君は。本当にないないない、全く。いやでも本当にずっと雨ばっかりや。です、ね、困ったもんだね。でも2月ってこんなじゃないです、うん、まあまあなんか慣れっこね。いつもキャンプが来たらかわいそうだなって思いながら、ね、だからなんで沖縄でキャンプするんだろうなって思うんですよ。でもこれだってほら、これに比べたら、まあ、本当に比べたら、まあ、まだまだね、あったかい方なんでしょう沖縄は。でも野球って外のスポーツじゃないですか、うん、雨降ってるじゃないですか、まあ、屋内練習場があるところはね、あ基本あるでしょ。ベイスターズもあるしね、まあ、確かにいろんなところが沖縄はねそういった招く準備はしてるけれども、うんうん、はい、まあ、そういうのに比べたらまだいいんじゃないかな。そっか、そう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 、うん、だって本土で雪とかさ、あんな冷たい中でだって一応この寒さでキャッチボールするじゃない、うん、痛いからね手、あのボール取った手、うん、パシーンとあの冷たい時にかじかんでる時に、はいはい、多分バットとかも芯外したら超痛いと思う。ああ、じゃあそれその怪我するリスクよりかは、うん、まあ、まだ沖縄暖かいけど、そう、まあ、向こうからしたらなんか別にだよ。なんか楽天の人とか阪神の人よく見てるけど。そっか、結構なんか、あ、なんかそう、俺たちが寒いなと思ってるけど元気よく1,2,3ういとかなんか楽しそうにやってるな。野球部って永遠に野球部なんですね。そう、楽しそう。なんかヤクルトもよくそういう声やってるでしょ、はい、そうそうそう、楽しそうだよね。ああいうの見てたら、うん、まあ、それはそうだ、楽しいよね。ね、金もらいながらやってんだから。あ、それはまだ楽しまんといけんし、うん、ね、ただ俺本当思うわ。自分が高校野球の時思い出したら、はい、よくまああんな炎天下の中でさっこいさっこいしてたなと思って。研究員隼人とも言ってたけどさ、あのさっこいさっこいあれ絶対意味ない。さっこいさっこいで上手くなったらずっとさっこいさっこいしてたわ。今の子って言うんですかね。あ、でも言ってるよ。言ってます。そう、うん、でもなんか青春だよね。ね、お前たちもデンスデンスデンスとか言ってただろ。そう、でも今あの時だからできるけど、今は絶対無理。今それ何とか思うだろ、うん、ってなるだろ。今テン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 って言っとけばいいんだろ。それ言ってないですよ。あれ言ってないの。流れてるだけ。あ、流れてんの。そう、あれ選手が言ってるんじゃないの。言ってない言ってない。テン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 。めっちゃディフェンスしないじゃないですか。だから俺攻めてる時だもん。ああそっか、守ってる時はディーフェン。なんで試合見ないのにそんな知ってるんですか。一応マニアだよ一応。スポーツマニアだよ。マニアックなところが違う。でも思うやすさ、あっという間や北京オリンピックも、ね、本当ですね。だってあと2日ぐらいでしょ、20日に終わるっていうから、うんね、え、ただ曰くつきだろちょっと。今回の北京オリンピックは不祥事多すぎ。あれはスポーツなのかそれともなんかもう何なのってなってくるね。ね、いろいろとかわいそうな人もいれば、うん、なんかねドーピングがうんぬんかんぬんで、ね、15歳の女の子も大変、まあ、もちろんやっちゃダメだけど許しちゃダメだよな、うんうんうん、なんかちょっとなんか今回の北京オリンピックなんか、そう、なんか手放しで応援できない、なんか純粋に、あのなんかそう争点がいろんなところになりすぎて、そう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 、1位2位とかの争いとかよりも、うん、不正があるないとか判定微妙、正しい判定なの、はい、とか、はいはいはい、確かにね、だから手放しにそう喜べないっていうか、うん、なんかな
消化不良なオリンピックだよ、ね、だから俺思ったわけよ、はい、そう今回のオリンピック見て思ったのはもうなんか、うん、国別対抗じゃなくて個人でやればいいのにと思って、うーんかわいそう負けて謝る人見たらね、だからそれ分かんないです私も。なんか別に負けて謝るってな誰に謝ってんのって思うし、うん謝る方はね、うん、別に迷惑かけてないもん、なんで怠けて負けたわけじゃないやし、うんうん、そう、ね、怠けて負けたわけでもなくて、うん、怠けてたらその舞台にすら立てないさ、うんうんうん、だろ、うん、でいちいち国民に謝るんだったらじゃあ謝らないといけない社会情勢っていうかそういう環境にあるんだと思う、うん、個人で出た方がね、うん、なんか全然いいよね謝らなくていいのにね、うん、謝らないでほしいなあ、うんまあ、もちろん多分ね一部の人がねいろいろ思う方々もいてその人たちに謝れとかなんかやったらね、うん、あれなのか分からんけども、うん、別に謝らんで堂々としときゃいいのにね、ね、そうそうそう全然いいと思うけどね、だってめっちゃすごくないです、んこのその国の競技してる中のトップの選手じゃないですか、うん、そうだから今年のよ今年に入っておかしい、ちょっとなんかやっぱ高野連も高野連、うん、だからなんかなどこだったっけな、ね、選抜準優勝したのに選抜出れないで、そう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 、あれ選抜って1位2位ですよね、1位2位ではないわけやろ、確定じゃないわけさ一応、あ九州大会で1位から4位に入ってとか、うん、一応なんか決められてるっていうか一応そこの地区の高野連が決めるんだけど、はいはいはい、優勝校がいて準優勝校で私立の高校がいて、うん、でそいつらが準決勝で勝って、うん決勝に行くさ、まあ、ベスト8だから、はいはい、そいつらが、うん、あ要は A と B、 A が優勝、うん、B が準優勝、うん、C、D がベスト4だとして、はいはいはい、でその B、準優勝高校の B が準決勝で、うん、で C と戦って、はい、で C は負けて B が決勝に進んで2位になったわけよ、うんうん、だけど選ばれたのは A と C だわけよ、え謎えなそう謎くない、4位のところが選ばれたっていう、しかも2位に負けたい4位になったところが選ばれるっていう、はいはい、なんかよくわからん現象が起きてて、何の試合だったんですかね、そうしかもなんかその理由がこの力では C の方が強いっていうけど野球団体競技やし野球団体競技じゃないのみたいなだったらそもそももう大会しないで、その選定員の人たちがこことここって決めればいいわよ最初から、はいはいね、そうですよねそうだからなんかよくわからんなと思って最近スポーツが確かにどういう目でスポーツを見たり楽しんだりすればいいんだろうと思う、ね、そうですよね、不思議だよな、確かに判定基準があるからこそね、みんな気持ちよく見て応援して、特になんか本当に目立つ大相撲でもちょっとなんか自分の中で腑に落ちないのもあって、うんまあ、相撲好きだからあれなんだけど、はいはいまあ、大相撲でも、うん、今一人の若い子がいてその子がタイマーやったのかな、はい、タイマーで陽性反応が出て、うん、首 切られたわけ、はいはいはい、で最近は違法賭博に行ったか行ってないかで、うん、行ったやつらがいて、うん、そいつらクビではないわけよ、違法カジノに行ってたやつらはクビじゃなくて、まあ、タイマー何が違うんだろうと思って、確かに思わない、どっちも違法ですね、どっちも違法だしどっちも犯罪で片やクビ片やクビじゃないってなると、はい、全然よう分からんと思って、確かにそう、やるならちゃんと徹底的にダメだよねって処罰しないといけないし、はいはい、一回は猶予与えるからちゃんと真面目に立ち直れよって言うんだったら全員そうしないといけないと思うし、うんうんうん、じゃないのなんかよくわからんよな違法カジノとタイマーどっちもまあ法に関わることのはずだけどなと思って、うん、基準が結構微妙です、そうだからそこな難しいよな、うん、今回のオリンピック含めいろんなところでなんか最近このスポーツとか競技を選手が頑張ってんのか、うんうんうん、それとも競技委員会とか審判委員会とか、うん、この連盟とかがマウント取りたいのか俺たちに従えみたいな、はいはい、そうなんかよくわからんなと思って、確かにそうそうそう、なんかもっとクリーンじゃないけどみんながわかりやすく明確に楽しめるものにしないとな、うん、せっかくだったら、うん、なんか不安だよな、かわいそうと思いたくないし、ね、そうそうですよね、そうそうそう、だからそういうところからなんかまた差別とかさそういう助長されてもつまんないしさ、うん、社会が、うんうん、なんか今回なんかオリンピック始めなんか最近やったら大好きだからさスポーツスポーツ命だからよ、はい、そうそうそう、そういうとこなんか敏感になるわ、皆さんでもね、まあ、冬冬季でシュプリームさんとかね今いろいろとねまあ、まあ、なんていうウィンタースポーツってのかスノースポーツ、ね、ウィンタースポーツか、楽しそうだな、やってみたい、そうスノボしたいです、あキャンシーとかうまそうやに、うまそう、俺もやらしたらうまいと思うぞ、俺やってたら多分オリンピック行ってる、えーやってたらよ、いや、うん、
じゃあなんか変な話だけど、ね、思わん俺と仕事してるでしょ、はい、俺にスノボとかスキーとかやらしたら上手い下手は別として、うん、見たことない技をずっと出しそうやんになんか意外と目から鱗なあこんなすごい技あったんだみたいなのを編み出しそうやんにできるできないは別としてこんなとこんなとこんなとできそうじゃねみたいなのでずっと永遠にやってそうやんまあやってそうではあるよ。でなんか3年後とか誰かがやってほら俺があれやってたやつみたいな確かにだろ。そう俺なんかそういう秘めたる力を自分で持ってそうな気がしてそうそうなんかなそういう一人で妄想するのが好きなんだけどああまあでもね、まあなんかなもうちょいクリーンに楽しめればなと思うんでね、うん、いいな本当はスポーツな純粋に楽しみてあっちゅう間にもう半分だ。一曲いきましょうか。ではミーシャとドリームカムズトゥルーで I miss you 時を超えて。なんかなスポーツって純粋に楽しみたいな。楽しみたいですよね。ねドーピングはちょっとはやっちゃダメだったらダメでしたよね、うん、今までそれで出れなかった人かわいそうだな。確かに最近あれですよね、学生のスポーツも勝利至上主義すぎて、そうなんか前からねっていうのも、うん、そう高校野球俺常に言ってるもんな。監督がやってるのか、うんうんうん、選手がやってるのかも分からない、うん、一番大嫌い高野連もよちょっとどうにかどげんかせんといかん、うん、ちょっと調子乗りすぎ、うん、力持ちすぎなんですよね、うん、そう高野連高校総体と高野連って同じぐらいの権力持ってますから。高野連の方がすごいでしょ。昔阪神が高知やってる。あ、高知も雪降るんだね一応ね。やっぱ雪より雨がいいんですね。うん。うんさっこいさっこい。あれはいつ来てもそれ準備はしてるよっていう気合いだから。そうそうこのさっこいさっこい。本当によ靴。意味わからんか言ったことあります？あるよ、言わんと怒られない。あ、これで出てんのって言われるけど、ピッチャーも言うんですか？あ、ピッチャーはあんまり言わんけど、やっぱ練習してるとき、ずっとほら、ピッチャーだからピッチャーだけじゃないから小中から、はいはい、うん、ショートもやってたし、うん、あ、さっこいさっこいだったマジでさっこい、そう銀賞、銀賞行きますって言うのがいいんだけどね。自分はその辺、運のいい部活ばっかり経験してるので、科学的トレーニングを徹底する部活にしか所属してないので、ちょっと日本が遅いよね、はい、未だに根性論さん、陸上も古い体質が以前はあったんですけど、そ、ギリギリそれを回避してたので僕、じゃあさ、今もうスポーツサイエンスがさ結構ね、発展してる、うんうん、合理性とか、はい、確かに体の使い方とかね、そうですよ。根性で上手くなったらめっちゃ俺みんな上手くなるよ。本当そうですよ。確かに。根性があっていいことって何なんだろう。いや思い切っていけるってのはいいことだよ。はい。メンタルが強いってのはやっぱいいことなんですけど。そうそう。メンタルが強いと根性がいいってまた違うさ。はいはい、そうです。耐え忍ぶ。忍耐力ってことですか？根性。根性って何なんだろう。英語である根性って。わかんないです。はい、では30秒切ったら一回マイクかけますね。はい。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしております。沖縄ツーリズムラボ。この時間は各社の提供でお送りしております。忍耐力とかだったらペーシェントだけど。根性ってどんな意地？根性やっぱガッツって出ます。ガッツ、うん、ガッツ言うんだ。ああ確かにね、だとしても、子供には入れないかなとは思います。あ、そう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 。
大人はそれで楽しみが増えるかもしれないですけど、子供に押し付けたら壊れる子が増えると思うので、うん、怪我してしまったら意味ないからね、はい、難しいこのバランスだよな、うん、やっぱ楽しむのがいいよ、うん、もう嫌いになるだったら困る、野球とか嫌いになっても嫌だとか、ね、はい、じゃあ前かけも、はい、沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしております。沖縄ツーリズムラボの後半戦となっております。カウボーイさんからいただいてますね、こんばんはということで、伊藤さん、ザッチさん、こんばんは。キャンさんもこんばんはということで、こんばんは、ね、あ、なんかやっぱキャンプで、ね、広島が沖縄入りしたということで、カウボーイさんも行ったんですかね。あー、カープ勝つね、ありますね。あります、 あるある、なんかほら30円の昔お菓子があったじゃん、こんな、あー、ソースカツみたいな、はいはいはい、多分あれじゃないかな。俺もなんか沖縄市観光協会の方々から以前もらった気がするわ。あー、うん、うまいよね。なんかそう、カープボーイさんが酒のつまみになったりとか、うん、まあ、お菓子としても全然いけるかも、ね、おやつに食べたい。そう、やっぱほらソース味だからお好み焼きね、確かに確かに面白いよな、今スポーツのことでさすがカープボーイさんだね、いろいろとサッコイサッコイについてそう、分かってるんだよ、分かってるんだよ、いつでも来いっていう覚悟なんだけどね。でもよ、あれまあまあきついだよ、サッコイサッコイよ、サッコイサッコイきつい適度に、あ、だから強制的に言わされるのがダメなんだろうな。ああ、はいはい、いやとか、はい、声出てんよとか、だって取る気あるしみたいな、まあ確かに気持ちはありますもんねそう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 、ああいうのとか多分強制的にされると嫌だよね、うん、そうそうそうね、まあ確かに根性論と全部合理性になると無機質になるかもしれないけど、やっぱそれは怪我するのもよ、うん、根性あっても怪我してしまって、はい、スポーツ人生を台無しにするのはちょっとよ、もったいないですね。だから年相応にやってほしいな、バランスよく、うん、そうそうそう、子供たちに俺いつも思うけど、やっぱ、うん、あの大人のコーチ、教える人たちが子供に教えられないから子供が成長しないのに、うんうん、そうそう、それを大人が教え、なんて言うんだろう、成長させられないことを子供に八つ当たりして子供叩いたりとか怒鳴ったりとかするのはやっぱり良くないからよ、うん、それは根性で解決できないからよ、はいはい、まずは好きでいてもらう、うんうん、そうそう、っていう方法が一番ちっちゃい子には、小学生、うん、中学校の最初ら辺とか、うん、でその中で向いてないなと思ったらやめていくし、楽しいなと思ったら続けてもらって、その向いてないなりの役割を与えるとかな、うん、していくのがやっぱ一番いいのかなと思うけどね。結構沖縄いるわよ、もうそれが嫌でやめるとか、あ、野球やってる人多いと思うよ、うん、多そう、丸刈りが嫌でやめるとか、はいはい、そうそうそう、確かに、あの謎のね、あとこのどうでもいい上下関係が嫌でやめるとか、うん、やっぱ多い、実際俺たちも多くて、それから不良の道に行くやつらもいたし、うん、もったいないと思ってたもん、めっちゃ素質あるやつらが、うん、あったのに、あ、こいつらいたらもっと俺たち中学校強かったのにみたいな、那覇では優勝とかしてたんだけど、県ではベスト8と16とかだったけど、あいつらがいたら絶対勝ってたのになみたいな、うん、そうそうそう、なんか惜しいなとかも思ったりするよね。武蔵さん、伊藤さん、ザッチャー、ミキサーのキャンスさん、リスナーの皆さん、こんばんラボーということで、ラボラボこれラボラボって答えるのが正解、そう天空スタジオから生放送お疲れ様ですということで、今日多分この辺で書き込んだってことは、多分武蔵さんの方がお疲れさんだなですね、まあ、いつも多分ね武蔵さんの方がお疲れさんだと思う、俺楽しいことしかしてないから、うん、あんま疲れてないんだよね、はい、風邪ひかないようにしてくださいね、寒いですからね、うん、でもなんかな、本当によ寒い朝が辛いです。あれどうなんだろう、俺昨日なんか寒い寒いしてて、うん、寒かったんだけど、一昨日も寒い寒いしてね、たわけよ、うん、半袖で、はい、まあ、いつもあるんだけど、半袖はおかしいと思います、半袖半袖、でも朝よ、汗かいて起きたわけ、暑くて、寝汗、うん、布団かなでも今日はかいてなくて起きて凍えた今日さすがにちょっとよ、布団から出るのに時間かかったわ寒いですよ本当に、でしょ、うん、でも外の風の音と確かに、あと雨、はいはい、サラサラサラで、今日は地獄の一日だと思ったもう毎朝きつい準備がだろうな、だよな、嫌だ、着替えるのが一番嫌だ、じゃあ俺そう、こういう時期で一番嫌なのが、まず朝起きてやらないといけない、顔を洗う恐怖、 あと便座に座る恐怖、あ、怖くない、あの確かに、ウォシュレットのあの温まる系だったらいいけどさ、はいはい、あのノーマルのやつの便座に座る時の朝とか、確かに嫌だな、で出張行った時の出張のホテルがあのついてないパターンの時の冬の空をやめてくるの本当に
これ座ってしまったら皮膚と便座くっついてから立てなくなるんじゃないかなみたいな。確かに確かに嫌だよな、うん、であとお風呂入ってお湯にお湯が出て体にお湯がかかるまであの時間裸で。あ私先にお湯出します。じゃ出すけどでも脱いでだって脱ぎながらはかけないだろ。脱いで、あ確かに、だそのまでの時間がやたら寒いさな。あとなんかシャンプーしてる時とかに、うん、こうお湯が当たってない部分とか。シャンプー、ああ上にかけません。あシャワー上にかけないか。上にかけるけど、うん、そうだって俺 前向き派だから。シャワーに対して対面だろ。対面頭洗ってシャンプーしてるとき離れるやし。だってシャンプー、えシャンプーしてるとき私ひっくり返りますよ。わあせこいやつだ。俺 SDGs だからおい止める。背中に当たる。寒いもん。そう寒いよな。だから寒いって言ってるし、だから当たらなかったら寒いって言ってる。だから当たる、うん、だからあれやばいよなこの冬の時間のな。ね確かに。あれはちょっとえぐい。確かに。なんかもっといいのないのかなと思う。お風呂場がずっとあったかいとか。そう、あと内地にいるときに思うのが、うん、このままお湯の中で寝たいと思う。やばい。一番気持ちよく寝れるんだろうなと思う。へえ、暑そうじゃないですか。いや分からん、やったことないから。だから適度にするわけさ。だって超気持ちいいもん温泉とかに使ってたら。ああ。超幸せ感じ。もう寒いのだけ本当に嫌。嫌くないもん。嫌だ。ね、で体が疲れるんですよ寒いと。肩こるよな。そうずっとこうなってるから。そう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 。でこの辺力入れるから。そう。うーって言って。そう本当にそう。な、まあ。ずっとなんか力入ってなんかふってなった時にめっちゃなんかいきなり来る。いきなり来る。まあ、分からんでもないけどね。伝わりました。変なところに力出るからよ。そう。いきなりに力が入って。冷たい掛け布団の中に一番最初に入るあの冷たさも嫌だし。ああ嫌だ。そういう時に湯たんぽとか本当にいいんだろうな。最初にこうなんかあっためてたら。確かに。なるほどね。そうやって使うんですね。あっという間だね本当に。なんか早いな時間経つの。早い。曲紹介したくないけどしよう。え？曲紹介したくないけどだとにしても。じゃあ2曲目はロードオブメジャーで大切なもの。噛んだっしょ。噛んでない。噛んでないじらし。噛んでない。何が噛んでないじらし。ちゃんと切りました。何が野球っぽい、これ、うん、この歌なんか野球、野球あれでしょ、39度の届けそうな日でしょ。野球の歌といえば、うん、あと甲子園とか使われてたの雑草とかじゃないですかね、これ。こっちロードオブメジャーの第2シングルがあるんですけど、雑草っていう、へー、使われてなかったかなって気がします。あ、そう、カップボーイさんよく気づきましたね。メジャーの歌。ん？そうなんです。アニメ。あ、そうなの？アニメのメジャーの歌。これ？うん。へえ。そうなの。めっちゃ昔見てたから。全然知らん。メジャー面白かったですよ。へえ。そうだよね。すごい。じゃあ野球の漫画は好きなんですよ。ああ。メジャーってあれだろ？佐藤君。五郎。としやくんだ。あ、としやくん、そうそうそう。あ、五郎くんが主人公か。そう、五郎くん。待って、じゃあ俺野球の漫画どんどん現実離れしていくから。あー、確かに。なんか変な技とか出てきますよね。そう。まあまあ、それを事前にそういうもんだよねって見れればいいけど。あ、見れない。そういうのが見れないから、はい、映画も見れないわけ。あドラマとか。はいはい。ダメダメ。だって、ドラマとか映画とかで告白するときにそんな言葉言うとか、立ちが恥ずかしくなるだと思う。はいはいとか。そうなの。そうそうそう。あ、だからそこにポッとお前なんかみんなポッってできないから。ポッとはしないですよ。野球の漫画にポッてなるものないですもん。あ、そうなの。あ、じゃあ野球っていうかドラマとか映画とか。あ、ないけど普通に現実じゃないから面白いんですよ。あ、現実だったらちょっと気持ち悪いけど、じゃないから面白いの。だから別物として見れる。あ、なるほどね。こう現実じゃないって。はいはい。そう。多分そんな。小中学生があんなスライダーとかだけど多いすぎるよ。ハブボールとかありえんから。渡るがピュンとか。あれ野球漫画じゃない。ギャグ漫画だ。野球の漫画いっぱい見たのに。何見たの？全然。え、でも伊藤さんわかんないかも。大きく振りかぶってるとか。
大きく振りかぶってた。ああ、大きく振りかぶってた。オフレ見てました。野球といえばエース2だろ、タッチ。ダイヤのエースとか。はい、じゃあ一度マイク上げます。時間だぜ。ぴったし。ぴったしだぜ。ということでまたね、皆さん来週もお耳にかかればなと思っております。来週ゲスト来るかなって楽しみにして、ぜひ皆さんもお待ちください。お送りしたのは、はい、研究員の伊藤と研究員ザトでした。それではまた来週。おやすみなさい。来週でしたよね、来るの。チンピラ。はい、一応来週来る予定です。筑前煮じゃない、なんだっけ、和食。チンピラ。あ、チンピラ。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。